見てください。ちょっとねグラウンドのちょっとね天気は今日良くなったんですよ。グラウンドのねちょっと雨がちょっと落ちてるということで、ちょっと選手もいないっすね。ちょっと今日すいません中止、うん中止かもしれないですね。残念。せっかくねちょっと今日神宮球場、ね、久しぶりに来たんですけどね、残念ですね。え、あこっちじゃないですか。えこれ何、これ、あすいません、これ軟式球場だったみたいです。軟式球場でした、すいませんすいません。というわけでどうも中野とピロリ千葉ロッテ応援チャンネルです。すいません、ちょっと久しぶりだったんでちょっとね勘違いしてまして軟式球場に来てしまったんですけど、今日はヤクルト戦ね、交流戦、今ロッテは交流戦2勝、え何勝、3勝3敗か5分かというわけで、やっぱ今週もとても大事になってくると思うんですけどね。今日はちょっともうペンが出ませんが、5月31日ヤクルト対ロッテは、ヤクルトはサイスニード選手、ロッテ石川投手ということで、ね、サイスニード選手は2勝0敗、防御率は 3.52 ですね。石川投手は4勝2敗で 1.73 というとても好調なんですが、選手もね広島戦いいピッチングをしましたけど、ちょっとね今日はその相性の良さをね、ただサイスニード選手も先週は勝ってたんじゃないですかね、いいピッチングして勝ったのか、あれは日本ハム戦のすごい激しい試合かありましたね、そんなことが。さあというわけでちょっと本当にねヤクルト怖いんすよね、村上選手、村上監督、山田選手、あと塩見選手ね、青木さんもいるし、あと長岡選手がねいいんですよね。つかもういい人だらけでちょっと怖いんですけど、今日本当にね予想は、ヤクルト2点ロッテ8点で8対2、高部選手が3打、小木ちゃんが2安打すると僕は予想してます。見えますか？僕は全然見えません、でも予想しております。というわけでね、なんとか今日は勝ったシーズン神宮ね、はい。というわけでまあちょっとまだねちょっと僕は間違えちゃったんで隣にいるんですが、この後神宮球場行ってね終わった後も振り返りをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけでまた帰り会いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。